今日アンパンマン病院リニューアルしたから楽しみー。ブー、これが新しいアンパンマン病院ね。アンパンマン先生、病院新しくしたでちゅね。アンパンマン病院を新しくしただけじゃなくて、注射器も新しくしたよ。このピンクの注射器と水色の注射器、この後ろにあるアンパンマン病院、新しいよ。いろいろな器具が揃ってるよ。先生、これは何でちゅか？このボタンを押すとね、いろいろな音が出るんだよ。すごいよこれ。アンパンマン先生、これはすごいですね。わー、体温計もある。そうなんだよ、この体温計もすごいんだよ。いろいろな音が出るんだよ。早速このボタンを押してみよう。先生、すごいですね。画期的なおもちゃですね。あれ？先生、これは何？これはね、クリームパンダちゃんの注射器。これもすごいんだって。注射は怖くないよ。すぐ終わっちゃったね。先生、これは何でちゅか？ここのピンクのボタンを押すとね、この診断器が回るんだよ。早く元気になりますように。診察します。ベッドに座ってください。先生、これすごいすごい。この病院の設備はすごいですね。そうでしょそうでしょ。これが新しいアンパンマン病院だよ。今まで使っていたメルちゃんのウサギ救急車より進化したんでちゅね。このアンパンマン救急車はとっても面白いし使いやすいんだよ。先生、今日はこのアンパンマン病院に誰が来るのかな。ちょんちょんちょん、こんにちは赤ちゃんマン。コキンちゃん、今日はどうしたんでちゅか？今日はなんだか体調が悪くて。そうなんでちゅね。まずは受付する前にお手手を消毒をお願いしまーす。お手手を消毒するね。お手手を出してください。それではお手手を消毒しまーす。ポシポシポシ。反対のお手手も出してください。ポシポシポシ。お手手を消毒した後はしっかり手をゴシゴシするわ。ゴシ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 。綺麗になった。ご協力ありがとうございます。それでは簡単にどんな症状があるか教えてください。昨日から喉が痛くて、コンコン、コンコン。そうなんでちゅね。カキ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 。なるほどでちゅね。カキ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 。それと、食欲もないんですよ。食欲もないでちゅね。それは大変だわ。カキ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 。カキ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 。カキ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 。お姉ちゅの方はどうでちゅか？家を探しても、
体温計がなかったので測れてないんです。わかりました。体温はアンパンマン先生から測ってもらいましょう。それでは診察券をここに入れて受付完了。それでは呼ばれるまで待合室でお待ちください。次の方どうぞお入りください。何何、この診察券によるとコキンちゃんは熱が出て風邪ひいてるみたいだね。よし、元気100倍コキンちゃんにしてあげよう。ちょんちょんちょんこんこんちょんちょんちょん。あ、コキンちゃんこんにちは。アンパンマン先生こんにちは。コキンちゃんどうしたの、風邪でもひいてるの？そうなんですよ先生、昨日から咳が出て食欲もないんですよ。そうなんだね、大変だね。今日はまず聴診器を使って体に異常がないか確認をするね。その後に体温を測るね。先生よろしくお願いします。コキンちゃんこのベッドに横になってもらえる？コキンちゃんこの聴診器で体を測っていくね。ピト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 。コキンちゃん、次に体温を測るね。ちょっと冷たいかも。我慢してね。プス。ピピ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 。ちゃんと測れたかな？コキンちゃん、体温が高温だよ。39度あるよ。よく今日一人で来れたね。コキンちゃん、体温が39度あって高熱があるし、また赤ちゃんマンから聞いたんだけど食欲がないんだってね。今日はお薬を出して家でゆっくり休んでくださいね。お薬どうぞ。先生ありがとうございます。でも明日トキンちゃんと一緒に遊園地に行くんです。どうしても風邪を治したいんです。先生何か方法がありませんか？そうだね、明日どうしても遊園地に行きたいんだね。それだったら一つ方法があるよ。え、方法があるんですか？どんな方法ですか？その方法はね、注射をすることだよ。注射ですか？まさかこんな注射器ですか？コキンちゃん心配しなくていいわよ。今日はこのピンクの注射器は使わないからね。コキンちゃん心配しなくていいよ。このクリームパンナちゃんの可愛らしい注射器を使うからね。全然痛くないからね。はあ、よかった。この前この注射器すごく痛かったもん。プスー、あー痛いわ。コキンちゃん、今日もお尻の方に注射をするね。お尻に注射をした方がすぐに熱が下がるからね。よろしくお願いします。それでは注射をするね。 3,2,1 で注射をするからね。 3,2,1 プスー。先生、また終わりませんか？コキンちゃん起き上がってもらえる？もう終わったよ。もう終わったんですか？全然痛くなかったわ。これで治療は終わりだよ。明日ドキンちゃんと一緒に遊園地に行けるといいね。先生ありがとうございました。